それもあったでしょもう一つはいい時にファミマのコラボやってるのさ2人ともすぐ行ったね全部買って全部買って2回やったのよ顔合わせでやった日にちょうどかみっちゃんのファミマコラボが始まって大会当日ちょうどパセシンのファミマコラボが始まって 狙ったかのだねでも、幕末の坂本さんのファミマコラボ始まらずみたいな感じだったんでね、ると言もかからずみたいな。それ、エーペックスに合わせてのファミマコラボではないではないけど、まあなし、小野さんがね、長谷ンの方は書いてんのさ、それもあって、おっって思って、すぐそれを当てた、それを当てにいった、そしたら3600円かかったり、やのランダムプロマイドの。 沼に入っちゃってさ洗礼受けたか痛恨したのしたよあの幕末のやつもさローソンでやったランダムプロマイドだろ15種類やめたもうダメ次ファミマでランダムなしでいくじゃあ選ぶやつにするのか選ぶやつがねできるのん？選ぶやつに選ぶやつできるらしいファミマはできるらしいどっちかにできるらしいやちょっとランダムねみんな苦戦したでしょ 大変申し訳なかった。今回さ、ハセシンのやつでさ、この一番右側のさ、赤白のやつのハセシンが、開始4枚連続で出たのさ、殺意を覚えたからね、申し訳ないけど、ハセシンに。ハセシン殺すしみたいになってしまった。うまいね。一瞬ね、殺意が芽生えて、あ、これあかんなと思っちゃったね。まださ、ハセシンのやつはさ、6種類だから、それ当てようと思えば当てられるのよ。良心的なのよ。どっかのバカはさ、15種類でランダムにしたもんだから、かけるやつは多分10万ぐらいかかると思う、あれ。 普通になんか平均2、3万は最低かかってるみたいなね。そう。だからコンプリートしようとすると、あくどかった。あれは申し訳なかった。これ悪いよ。すまん。本当に。その金でジャズマックとか行かせてもらって、本当すまん。大変ぬくい思いさせてもらって、申し訳ないが。一人で全部、からな。大変申し訳ない。ぬくい冬を過ごさせてもらったが、次からはちょっと反省いたすので、謝罪させていただく。ピッマあたりの単価はちょっと増えるけど、 選べるって感じいや正直増増ええねえ多分そのままいく増えあれいくらだったっけ幕末志士のプロマイド2種類あったよね300と500とか300と500だったかいくらだったっけいやそれがさローソン分からなかったんだよ 3002L は 2L500 だそう同じかいや550だってそれがさそれがよ 300と500でしょ、うん、それがさファミマのさ神っちゃんのやつさ、うん、えっとそれより安いんだよな確かえもしてか200と400なんだよでシールタイプにしたら高くなるんだよ確かお<ー>ちょっといい紙だ,、ね、だっただろう、うん、それがまたねボッてる感があったよな <laughs> 100円違うのはでかいな <laughs> いやー、これで申し訳なかった、うんえー、ローソンのせいにすることもなく、はい、ただ私がちょっとボリーに入ってた可能性がある、これで申し訳ない、シールタイプよかったな、え、シールいろんなとこ貼れていいよ、そうなんだよ、これ、ゆ壁に貼ってたんだよ、僕、シールタイプのにして、そしたらさ、ポロッと落ちちゃってさ、おー、フルチャンピのやつ、大、うん、会、その当日にポロッと落ちてさ、 不吉だねそりゃ不吉だったよそれもう許せんと思ってあの両面シール買ってきて両面テープそれでっちゃんのやつバ手バりしてバーン拳で貼っといたからそれも落ちなかった大会中へこまなかったせっかくのブロマイドさ拳の肩ついたらかっこ悪いぞあれでしょ君ら大会終わったら剥がすと思ってるでしょあれ見てよ僕のやつ見えてんだちゃんと埃かぶんないように そう貼ってかつカバーしてあるからほこりかぶんないようにカバーをしてあれでもう劣化しないでしょ素晴ら釣りから大会のためにあれ剥がすから上のカバーだけそう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 太陽光でね見せたいわあの状況写真でちゃんと両面テープで3箇所貼ってなうん上のそうちゃんと貼ってるよこれやるとかやってるわだろそれが まあ劣化させたくないのが一つとあれやるとなんか見られてる感じがしてわかるパソコンの正面だからねプライベートの時とかにかエッチなゲームやってる時とかに今見られてる中みっちゃにとかでちょっとあずましくないんで隠したところもあるんでさあかもすーなんか出てきそうだね手で回って隠してるのもある目線が気になる まあおかげさまでね、そのおかげさまでなかなか好成績は出せたな。はい、そうね。